はい、どうもご視聴ありがとうございます。デスゲームをやるっきゃないということで、じゃあ続きから、別の場所移動していこうか。図書室失礼します。よう、ボーダーお疲れ。あ、ロガさん、図書室で調べ物ですか？まあな、俺も世の中のあれこれについて調べようと思ったんだがよ、なんつうか新聞ってケチだよな。漢字の読み方が書いてねえんだよ。難しい漢字ならルビが書いてあると思いますけど。だってよ、ほらこれなんて読むんだ。厚しけって誰の家だよこれ。これ何、厚し、何これ。それ特殊化って読むんです。知らねえ支援をする人みたいな意味ですよ。知らねえ、それはルビ振ってほしいな。そうなのか。じゃあ炭森を守る人がいるのか。それは牧師ですね。守るって意味です。知らん。炭は牧師という人の名前から来てますね。なんでそんな詳しいのお前。はあ、ボーダーは頭がいいんだな。俺にはこの塩梅しか読めねえよ。塩梅読めるんだ。はあ、塩梅だろ。俺も料理ならできるからな。それ塩梅って読むんですよ。なあ姉ちゃん、紙鉄砲の折り方って知ってるか。ほらよ、こうやって折るんだぜ。 お兄さんからのプレゼントだ。ああ、廃棄業者の不祥事の新聞記事をロガさんが折り曲げたものを受け取った。証拠品をフォルダに記録しました。図書室の新聞を折らないでください。あー、くそ、一旦休憩だ。休憩、そこに座って話でもしようぜ姉ちゃん。高校生の恋バナでも聞かせてくれよ。いいですけど。仕方ない、時間があるときに話をしよう。そんな話せる話ある？私、火山くんの話ばっかりやろどうせ。じゃあ役割何って。ロガさんは狂信者、聖職者、市民のどれかだ。ロガさんは前にも役割を言いかけてたし、うっかり自分の役割言わないかな。なんか、なんだ、何か聞きたいことでもあるのか。実は生贄信仰のことなんですけど。何と言おう。ここも言うのね。これむずいな、これむずいな。なんか私影武者なんですけどっていう、なんか真実言ってけばいいっていう話でもない気もするんだよな。あ、でそうか、このタイミングで信頼度が70以上ないとダメなのか。そうか、これダメなんか。今悔しいな。まあロガミキはもう無理だな。好感度だけじゃどうしようもない。じゃあ私が聖職者ですって。それを聞いて俺はなんてリアクションしたらいいんだ。なんかほらないですか。別に、なんかわけわかんねえ嘘ついてんなって感じだ。嘘だなんて。それじゃあロガさんが聖職者なんですか。いや、俺は聖職者じゃな。俺の役割あれだ、宇宙人だ。何適当なこと言ってるんですか。うるせえ、ボーダが変な嘘ついた罰だ。ロガさん意外と騙されないんだな。でも俺は聖職者じゃないって言ってたような。そうか、じゃあ生贄風雅さんですって。なわけねえだろ。ここら辺は嘘ついてもあんまりうまみないのかな。私影武者なんですけどって。なんだそうなのか。それじゃあ指名とかどうするんだ。ロガさんすんなり信じてる。まあ俺は戦略とかそういうのは分からねえけどよ、市民陣営のやつを指名したらいいんじゃね。生贄と狂信者って嘘をつかなきゃいけないんだろ。そんなん疲れるぜきっと。それに市民陣営なら堂々とできるしな。聖職者を狙っておくのが兄さんのおすすめだ。あのロガさんすみません、私が影武者の言うのは嘘というかノーコメントというか。俺に役割のことを話すのが怖くなった感じか。いや、分かった分かった、じゃあそういうことにしとくからよ。何かあったらお兄さんに相談しろよな。はい。ロガさんの役割が何か分からなかったな。そうか、これだと分かんないね。まあいや、真田のことな。あ、真田見なかったか。管制室を出てから見てないですけど、何かありました。あ、じゃあどこの部屋にもいないってこと。いや、何でもね。生贄のこと、生贄は名乗り出るべきなんでしょうか。なんだ姉ちゃん、生贄なのか。あ、そういうわけでもないというか、なくもないというか、風雅さんの話を聞いていると不安になるんです。生贄が名乗り出ないこの状況がまずいんじゃないかって。あーな、一銀の野郎はどんな感じだ。さっきも管制室で腹くぼに、君は生贄じゃないのかと詰め寄っていたしな。そんなことが。腹くぼも腹くぼであんな感じだからよ、のらりくらいかわしてやがったぜ。俺は一銀の言ってることが間違ってるとは思わねえが、全員が一銀みたいに考えられるわけじゃねえし、他人のことなんて信じられねえだろ。俺はいけねえじゃねえし、いけねえが名乗り出りゃ話は早いって思うが、だからってこの状況で名乗り出ないいけねえのことを責める気にもなれねえな。私もです。恋話よ。なあ、バッサリ聞くけどよ。あ、はい、姉ちゃんって好きなやつとかいるのか。おお、そんなこと聞いてどうするんですか。いいじゃねえかよ、俺ずっと気になってたんだよな。ボーダってさ、ぶっちゃけ真田のことだから火山くんは好きじゃねえよな。そっちですか。まあな、なんか分かっちまうつうか。
最初は照れ隠しでそんなんじゃないって言ってるのかと思ってたんだがよ、なんかボーダの方だけガチっぽくねっていう。あ、そうなの、さすがキャバクラのボーイさんですね。それは関係ねえよ。でも好きじゃないだろって聞かれたのは初めてです。そうですよ、私は火山くんに恋をしていません。あ、そうなんだ。友達として人間として火山くんのことが好きだけど、それだけですね。なんか冷めちゃったみたいなことは言ってたけどね。もしかしてもともと付き合ってたのか。いえいえ、私たちはずっとただの幼馴染ですよ。確かに昔は火山くんのことが好きでした、恋をしていたと思うんですけど。冷めたってか。どうなんでしょうね。3年前に火山くんが休学したという話覚えてますか。ああ、そんな話だったな。突然火山くんがいなくなって私はずっと待ってたんですけど、私待つのが疲れちゃったんだと思います。朝と放課後毎日火山くんの家の前に行ってたんです。ストーカーみたいでしょ。それでも私は火山くんに帰ってきて欲しかったからずっとずっと待ってました。あの時お姉ちゃんも火山くんもいなくなって、お父さんとお母さんはなんだか様子がおかしくて、ただ一人アンジュだけが私の隣にいてくれたね。ほー、私その時にやっと気づいたんです、アンジュの方が好きって。火山くんは真田グループの御曹司で毎日とっても忙しい、火山くんは強い、みんなのヒーロー、私に弱みなんて見せていられないし勝手にどっか行っちゃうんだなって。だから私は一人で。ほらよ、え、これハンドタオル？俺の部屋のやつだ、持ち歩いててよかったぜ。悪いな、泣かせるような話になると思ってなくてよ。ありがとうございます。情けないですよね、私いつも一緒にいたいなんて、ただは子供みたいに。なんだか私自分の不幸を火山くんのせいにしちゃいそうで怖いんです。自分のことは自分でしなくちゃ、強く生きなきゃ、自分で行動して生きなくちゃ。誰も助けてくれないって分かってるのに。バカ言ってんじゃねえよ、好きなやつと一緒にいたいって思うのは当たり前だ。俺はこんななりだし恋なんて3日で終わるような付き合いしかしたことねえけど、ボーダーにこんなに思われてたんだから、真田は幸せ者で。とんだ大バカ野郎だよ。ボーダー一緒にいてほしいって真田に言ったのか。言えないですよそんなの、火山くんは忙しいのに。言った方がいいんじゃねえの、あいつは特にバカだから絶対に気づかねえぞ。ボーダーを守るためとか言って自分の命を投げ出しそうで怖いんだよなあいつ。火山くんはそんなバカなことしませんよ。あのな、恋愛はお互いがお互いを思い合ってするもんだ。どちらかに頼り切ったり相手のせいにしたり待ってるだけじゃいけねえよ。一緒にいてほしいって気持ちが抑えきれねえなら、その気持ちを素直に言えばいいじゃんか。ま、変なこと言って後悔したくねえって気持ちはわかるけどよ。はあ、じれったいけど案外似た者同士かもな。似た者って、とにかく話してくれてありがとな。姉ちゃんたちのことはよくわかったぜ。真田とくっつくかどうかは好きにすればいいが、ボーダーのことは応援してるぜ。ありがとうございます。ありがとう。よし、で調査はなんか増えてる？あ、新聞の切り抜き本でもこれ見たやつか。ここは卒業アルバム。あ、過去の黒幕のね。そう意気込んで私は黒幕の卒業アルバムを次々見つけたけれど、これといって共通点は見つからなかった。なんかすごい浮いてそうだなみたいな、そんなないの。文系理系運動部帰宅部中卒大学院卒。あー、そっか、大学の卒業アルバムねえよ。大学の卒業アルバムってあったっけ、なくないか。お金持ちの人もいるし、卒業文集に貧乏で辛いって書いてる人もいる。ここまでバラバラだったら、つまり黒幕に共通点なんてないんじゃ。少なくとも大学院の卒業アルバムはない。今まで調べたことメモしておこうと。黒幕の共通点はないの情報を更新しました。確かこの辺りにお姉ちゃんの CD が。え、あ、ここは、あ、アーティストに、うん、なくなってんのか。え、どうして、さっき来た時は確かにここにあったのに。それにちょうど CD3 枚分の空きがある。これってもしかして誰かが抜き去ったってこと。マリアが黒幕だってことはみんな知ってるし、誰かが気づいて持っていったのかな。うん、なるほどね。うん、かといって聞き回るわけにもいかないし、仕方ない、お姉ちゃんのことがバレてないことを祈ろう。また火山が隠してんじゃないのあいつ。またっていうか前回は水戸くんだったか、隠してたの、ごめんな。危険震源郷の歴史、確かこの辺りにも宗教の雑誌があった。危険震源郷の本、危険震源郷の本。どういう宗教なんだろう。内容は、全ての起源は気、我々は気を結ぶことで真実の悟りに至る。入信料50万円、献金一口10万円、さらに新聞購読代と管理代と御用事代と。で、宗教ってこんなにお金がかかるの。これはさすがに詐欺でしょう。宗教するのも楽じゃないね。うん、これはすごくうさんくさいというかダメなタイプの宗教な気がする。なるほどね。上下があんの。これは上巻だけど下巻は見当たらないな。この辺りの本あまり整頓されてないし、見つけるのは大変そう。とりあえずこれでやるべきことは全部済ませられたかな。あとは気になることをしたりしてと。なんか
好感度とか上げてもいいけど、とはいえって感じだな。なんか上げてないのあったっけ。アメニティセットをミキに上げてた。アメニティセット見つけたんですけど、ロガさんも使えますか。お、そんなものがあったのか。とりあえず見せてくれよ。はいどうぞ。たくさんあったので好きなだけ持ってってください。サンキュー。個室のやつ髪に合わなくて困ってたんだよな。ロガさんの髪って綺麗な金に染まってますもんね。丁寧にお手入れしないと。あ、いや俺のこの髪地毛なんだよな。へえ、まあお母さんが外人だけどとはいえ、元からそんなに綺麗な色なんですか。ハーフでここまで綺麗な金になる。まあな、なんか親が二人ともあっちこっちの国の血が混じってるみたいでは。そうなんだ。俺の髪は日本人の髪質とは違うってわけ。日本のシャンプーが合わねえわけだ。クォーターどころでもないってこと。髪質が違うだなんて初めて聞きました。クソめんどくせえぜ。どこに行くにも携帯用のシャンプーが手放せねえし。そんなに今も個室のヘアオイルでごまかしてるけどよ、そのうち金色の毛虫になっちまうぜ。それはなかなか大変そうですね。もしゃっとしちゃうのね。でも正直私はいかにも日本人って感じの黒髪だから、ロガさんみたいな髪にちょっと憧れます。そう言ってもらえるならこの髪に生まれた価値があるってもんだな。ホストですか。姉ちゃんも綺麗な髪なんだからよ、その黒髪を大事にしろよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございまっちゅ。じゃあ行こうか。もういいね、行こうか。腹くぼにもあげとく。あ、ここは、ここは誰も来てないみたいと。ここものも何もないよね。何もない。じゃあまあもう腹くぼっちのとこ行くよ。一応ゆうこだ。あ、ケンチャムだ。ゆうこさんって調査してますか。あ、でももう終わったみたいなこと言ってたけど、このパートで腹くぼと話してないのか。そういえば、うん、そういう難しいのはみんなにお任せ。ゆうこはゆったり過ごして健康に過ごすのいいでしょ。けん、まあまあまあ健康に生きていきたいね。なんか質の高い生活しよう。ゆうこさんは得体が知れないというか油断はできない。でもとにかくゆうこさんのことを知るために話してみるしかないよね。じゃあお話ししようか。役割は、ゆうこさんは狂信者、聖職者、市民のどれかだ。だけど生半可な質問じゃゆうこさんの役割を見抜くことはできない気がする。狂信っぽいな。なんかみんなの意見整理すると。どったのケンジャム。実は生贄信仰のことなんですけど、何を言おう。あ、信頼度70以上も何も信頼度なくない。非公開領域ってこと。あ、また嫌なもん見ちゃった。腹くぼゆいこで、あった、あれあったか。あれ、なんかないと思ってた。なんでないと思ったんだろう。あ、そうだ、好感度100の選択肢がないからないと思い込んでたのか。そうかそうかそうか、これも無理か。なんかこれ見たいね。じゃあ私が聖職者ですって。私が聖職者なんです。ほえー、終わりですか。うん、他に言うことある。最後に自制の句は何かと。だってほら、本当にとかそういう疑いとかは。なるほど、それじゃあ早速。ケンちゃんも本当に聖職者なの。え、ゆうこに嘘つくの。うるうる、違います、聖職者じゃないです。わーい、正直に言ってくれる、そんなケンちゃんが好き。この人には一生かなわない気がする。でもゆいこさん、私が聖職者って話を信じかけた。それってつまり。ああ、なるほどね。まあでもなんか取り入ってもない気がするけどな。これを推理の情報にするにはあまりに乗ってきてなさすぎる。じゃあ私影武者なんですけどって。だからどうすべきか悩んでて。ほえー、終わりですか。もっとコメントが欲しい。欲しがりだなケンちゃんは。でもゆいこからは特に言うことないし。あ、そうだ、ケンちゃんも生贄に興味はない。生贄に興味はない。え、し、生贄。ほら、フーガさんが生贄カミングアウトキャンペーンをしてるでしょ。生贄を指名して名乗り出れば投票されなくなってお得だよ。どう。いや、でもフーガさんは最初から生贄だって人に名乗り出ろって言ってるんですよ。私は影武者なのでそれは違うっていうか、バレなきゃいいんだよ。自分がもっと影武者だって生贄を指名して、あたかも自分が最初から生贄でしたみたいな顔するの。そんなことして本物の生贄が名乗り出たらどうするんですか。嘘をついたってバレますよ。名乗り出るかな。本物の生贄にそんな時はないと思うな。ゆうこがケンちゃむのこと応援するよ、頑張れって。投票されたくないでしょ。生贄を指名したらゆうこにこっそり教えてよ。考えておきます。ゆうこさんの言ってることには納得がいかないけど、それよりゆうこさんは生贄を指名しようってなんでそんなこと言うんだろう。誰が生贄か知りたいとか。まあまあまあっぽいよな。役割はこれは1回しか聞けないんだよな。じゃあ生贄はロガさんですって。私生贄が誰か分かりましたよ。いいな、ゆうこにも教えて。生贄は ロガさんです。そうなんだ。え、それだけですか。うん、
ゆり子の考えとは違うなと思いました。おしまい。でもいいよ、ロガさんを処刑しよう。もし黒幕だったらラッキーだよね。ゆり子、運はいい方なんだよ、きっと当たるよ。ロガさんが黒幕だと思ってるんですか。さあ、ゆり子さんの考えはなかなか読めないけど、でもゆり子さんは考えなしに誰に投票してもいいなんていう人じゃないよね。それなのにロガさんが処刑されてもいいと思ってるということは、まあもうほぼ答えだな。じゃあ一応仲良くなっとこうか。一応私は聖職者ですと。生贄のこと話そう。生贄は名乗り出ると思います？名乗り出ないでしょ。名乗り出るなんて危ないもん。それに生贄は名乗り出ろうなんていう風花さんのことが怪しく見えちゃうな。なんでですか？この状況で生贄が簡単に名乗り出るわけなんてないし、そんな生贄の事情を考えないなんて、まるで生贄を追い詰めたいみたいじゃない？生贄を追い詰める。もしかしたら生贄が名乗り出るように追い詰めて、なんだかんだ生贄を処刑したいのかも。あるいは生贄を追い詰めるふりをして、自分は生贄じゃないアピをしてるのかも。風花さんこそ生贄を処刑したい黒幕か、生贄本人なんじゃないね。なるほど、風花さんは生贄でも黒幕でもない。そのことを私は分かってるけど、確かにゆい子さんの主張にも説得力があるかも。参考になる。アメニティ上げてくか。アメニティ、信頼度上げるのが大変なんだよな。プレゼント上げて好感度上げるのは簡単なんだけど。アメニティ、ケンちゃむが面白そうなものを持ってる。アメニティセットですよ。使いますか？いろんなシャンプーの試供品が入ってます。ポップンピーチのシャンプーあるかな。ポップンピーチ見えたらないですね。そっか、ゆい子の髪も今日が命日。そんな大げさな。ポップンピーチって初めて聞きましたけど、ゆい子さんがよく使ってるシャンプーですか？そうなの、ゆい子の縦ロールの髪もポップンピーチに支えられてるんだよ。ゆい子もともとはストレートヘアだし、縦ロール特化のシャンプーじゃないとダメなの。あ、そんなのもあんだ。縦ロール特化のシャンプーなんてあるんですね。ここを出る頃にはゆい子もサラサラストレートヘアになってるかも。それはそれでちょっと見てみたいかも。仕方ないな、ケンちゃんがアフロヘアにしてくれたら考えるね。あー、黒幕だってバレて最後ボフンとアフロになって、もう黒幕はコリゴリだって。やっぱりいいです、ゴリゴリだ。帰ろうか。ちょっと待って、これさ、今から俺は誰の役割を取るか決めなきゃいかんってこと？それ結構困るな。真田から役割奪えば、ゆい子さんと二人きりでイチャイチャラブラブルートになれるけど、どうしよう。単純に勝つなら三人側にいた方が強いか。十分に調べられたし、ちょっと休もっと。ゆい子から役割奪えば真田くんとラブラブチュッチュルートになるし、まあ他の市民サイドから奪ったら3人で、あ、イケメン2人とはべらせルートになるのね。数十分後、食堂部屋で少し休んでから私は食堂に足を運んだ。風花さんやロガさん、原久保さんも普通に食事をしている。じゃあなんだよ、真田って隠し子だったんか。声が大きいよ、ミキ。とにかく真田くんがただの御曹司じゃないことは確かだ。真田くんが真田グループにどう扱われていたのかはわからないけど、真田グループがデスゲームに関わっていたとすれば、真田火山は黒幕の人材として都合が良かったんじゃない。そんなのってよ。ごちそうさまです、おやすみなさい。みんなで悪口言ってる。どうしよう。食事を終えてからもう一度館中を調べ尽くしたけど、それでも火山くんは見つからなかった。ということは残るは火山くんの部屋だけ。だけど私たちは火山くんの部屋に入ることができない。火山くんと話すには火山くんが部屋から出るのを待つしかない。だから私は、火山くん、ボーダです。エントランスで待ってます。ずっと待ってます。インターホン越しにそう伝えて、私はエントランスで待つことにした。来てくれる？思えば火山くんの家の違和感に気づく機会はいくらでもあった。火山くんが中学1年生の時に休学したのも妙だけど、そもそも火山くんが総本家に住んでいないというのもおかしな話だ。それに火山くんのお母さん琴さんは参観などの行事には絶対に参加しなかった。琴さんが私のお母さん以外と話しているところを私は見たことがない。多分お母さんは琴さんの事情を知っていたんだろうね。学校で火山くんが真田グループの御曹司と騒がれると、火山くんは決まって気まずそうな顔をした。自慢するようなことじゃないんだ、あまり言いふらさないでくれって。そんな謙虚な火山くんもかっこいいななんて思ってたけど、火山くんは本当は何を思ってたの？そんな本当に言うほどのことじゃないと。ずっと不満だった。火山くんは自分が抱えていることを私に話してくれないって、私のことを頼ってくれないって思っていたけれど、違うよね、私が火山くんのことを見てなかったんだ。火山くんのことを知ろうとしていなかったんだよね。私は自分のことばかりで一人で生きなくちゃと思った。火山くんに甘えちゃダメだと思った。
もっと早く火山くんの心に向き合えていたらなんて思うけど。でも剣坊、おお、え、か、火山くん、ごめん待たせて。わっ、火山くん心配したんだよ。ちゃんとご飯食べた？ベッドで休んだ？ちゃんと。ちょっと待って待って、急に抱きつくなってそんなに好きじゃないみたいに言ってましたけど。ご飯も少し食べたから大丈夫。心配かけてごめん。逃げてごめん。管制室での戸籍謄本のこと、火山くんと話そう。見ちゃったよ、みんなで。面白かったよって。どんな話が待ち受けてるかわからない。火山くんを傷つけるかもしれない。だけどきっとこれが私たちが目をそらし続けてた現実なんだ。私たちというか、私というか、あー、なんか変なとこにいる。火山くんがすげえ変なとこにいる。移動しちゃダメだって言ってるそのあるけど、メタ表現とかであるけど、この選択肢はもう押させないよみたいなやつあるけど、そっとだな、真田、謙虚だなお前。なんかこれはちょっと隠しとこう、これは見られたくないやつだって話す。気まじい。ああ、話すことない。エントランスのオブジェ、生命大図鑑どういう顔で話しとんねん、火山の名前の由来の話を顔が熱いじゃねえよ。サバ缶、サバ缶なんなんこれマジで。クマのぬいぐるみいる？ここら辺はちょっとそっときたいんだよな。なんか東橋ニュースいる？じゃあ東本、心の準備ができたら話を聞こう。話聞きます。なんか準備しなきゃいかんかな。好感度先に上げなきゃいけないみたいな。窓辺に二人並んで座って、私は風雅さんと話したことを火山くんにも伝えた。火山くんの戸籍謄本を調べたこと、そして火山くんの出生のこと。火山くんは私の話を黙って聞いていた。私が何を言っても火山くんは驚かなかったけど、少しずつ少しずつ火山くんの表情は暗く沈んでいった。そして、その通りだよ剣坊、お前が黒幕だったのかの時のテンション。俺は真田龍之介の正妻の子じゃない、愛人の子だ。そして俺はそのことを知っていたよ。まあそりゃな、逆に気づかない方が無理があるよ。母さん、二川琴さんのこと、俺は目かけだって聞いている。目かけ？そんな平安貴族みたいな。そうだな、俺もただ不倫を言い換えてるだけだと思ってるよ。ただ普通の不倫とは違うというか、でも真田家だもんな。正妻の明美さんは俺の母さんと父さんの関係を知った上で認めてるんだよ。何それ、公認ってこと？そうだ、俺の父さん真田龍之介は明美さんや琴さん以外にも複数の女性と関係を持っている。そしてその女性に真田龍之介の子供を産ませて真田グループの後継者候補を作ってるんだ。はあ、嘘でしょ今の日本で本当に？なあ、まるで平安貴族の話みたいだよな。俺もそう思うよ。俺には林義さん以外にも異母兄弟がいるらしいけど、俺にもよく知らない。俺もよく知らない、会ったこともない。俺が母さんたちの関係を知ったのは小学生の頃だった。だけど正直さ、俺は別に何とも思わなかったんだ。どうでもいいっていうか、実感がなかったんだよな。そうなの？私だったら冷静でいられないよ。俺にとって父さんは真田龍之介、母さんは二川こと、このことに何ら変わりはないだろ。それに真田グループのことなんて本当はどうでもよかったからさ。どうでもよかったか。だったら父さんたちの人間関係は俺にはわけわかんねえけどさ。父さんは真田龍之介、母さんは二川こと、幼馴染は剣坊、俺にとってはそれだけでいいんだよ。それじゃあその、どうして家のことを私に黙ってたの？もちろんわざわざ話すようなことでもないと思うけど、でもさっきどうして逃げたの？いつかバレると思ってたよ。真田龍之介の正妻が明美さんだってことは調べればわかることだし。だけど怖かったんだ、俺に何の力もないって、俺が弱いってバレるのが、剣坊に失望されるのが怖かったんだ。小学1年生のヒーローごっこの時さ、剣坊がさらわれて俺がパニックになったあの日から強くならなきゃってずっと思ってた。あー、強くなりたかったんだ。守りたい人を守れるように。でもさ、強さにもいろいろあるだろ。学力、金、権力、心、武力、どんなに力を手に入れれば剣坊を守れるのか俺には分からなかったんだ。だったらいっそその全ての力を余すところなく手に入れれば、おー、かっこいい、真田グループを告げる男になれば、あー、覚醒した、俺はこの世の全てから剣坊を守ることができるって気づいた。そんなに？なんでそんなに？逆にその理由が知りたい。純粋な恋心にしては重すぎる。そのグループに興味なんてないけど、使えるものは使ってやろうと思った。ヒーローごっこじゃない、本物の正義になるんだ。真田グループを俺の力にしてしまおうなんて、小学生の頃の俺はそう思っていたんだよ。ほう、まあまあまあ小学生の頃はな。でも、うん、そうね、女の子、好きな女の子に振り向いてもらうために真田家を継ぐぞっていう、まあシンプルだな。でもそんな矢先だったよ、俺が自分の立場を知ったのは。
俺は妾の子であり正妻の子じゃない。俺には何の力もないんだ。正妻の息子真田凛儀は俺とは比べ物にならないほどの教育を受けている。父さんに教えられたよ。あれが真田グループを継ぐ者の姿だって。俺の母さんは真田家の教育方針に反対していたんだ。子供はもっと自由に生きるべきだって。だけど俺はそんな母さんの思いに反抗して中学1年生の1年間真田家の教育を受けに行ってたんだよ。でもその期間が俺の心を冷めさせたよ。剣坊の心を冷めたよ、その1年で。そうしてでも俺は強くなりたかったから。すれ違ってるね。真実を歪めてでも俺は力を手に入れる。隠し子、妾の子、愛人の子、そんな言葉に屈することがなく、俺が守りたい人を守れるようになりたかったから。そうだったんだ。私と仕事どっちが大事なの、みたいな、そんな話。でもダメだ、俺はまだ未熟だよ。何もかも中途半端で剣坊を悲しませる。剣坊をこんな目に合わせるんだ。ごめん。剣坊、なんで俺の頬をつねるんだよ。納得いかないな、納得いかない。なんで。だって火山くんの話を聞いてるとなんだか私のこと見てくれてないって。火山くんの中で私は弱い火山くんを許さない人間みたいじゃん。そもそもその愛人の子だから力がないみたいな話も納得がいかないし、それで真田グループを継いだら力変わるみたいな話も納得がいかない。私言ったでしょ、火山くんは私のヒーロー、私を助けに来てくれる強いヒーロー。真田グループがどうとかどうでもよくて、ずっとそばにいてくれる火山くんのことが好きだったんだよ。剣豪、そうだそうだったね。私は火山くんのことが好きだった。私のそばにいて私のことを守ってくれる。私のことで喜んで笑ってくれる。そんな火山くんのことが好きだったんだよ。おお、両思い。多くを望んだつもりはない。ただ私は火山くんの隣にいたかった。火山くんに隣にいてほしかったんだ、あの日もずっと。真田グループは私から火山くんを奪っていくから、まるで悪の組織のような存在だった。すごくすごく憎かったな。それをなんかすれ違ってんね。私たちに違う未来はあったのかな。すれ違わないような。私と火山くんがお互いの胸の内を明かし合って、普通の恋ができてなんて、そんなの都合のいい妄想か。でもそれとこれとは、そのデスゲームしたこととはまた別件だからな。だってそうでしょ、私はもう火山くんに正体を明かせない。この手を赤黒く染めた黒幕なんだから。騙して騙して騙して、心なんて捨て去って、どこまでも騙してしまえ。でもどっちにしてもそうなんだろう、黒幕の私は一人でしか脱出できないんだからな。なんか被害者ぶってますけど私。剣坊、あのね火山くん、好きだよ。え、好き、大好き、愛してる。恥ずかしいな、こんな話はずっと黙っていたかったけれど。でも私たち死んじゃうかもしれないもんね。あ、死亡フラグ立ててる自分に。剣坊、火山くん、私の恋人になって、そして二人で愛し合おう。火山くん、あれ俺死ぬやん、こんな。私は火山くんを抱きしめた。完全に明日死ぬやつやん。部屋取り替えっこしよう。火山くんの心臓の音が聞こえる。火山くんの両腕が槍場を失って戸惑っている。いつになったら私のことを抱きしめてくれるんだろうなんて思ってたけど、しばらくして火山くんはつぶやいた。なんで？なんでそんな嘘つくんだよ、剣坊。え？だって剣坊は本当は俺のこと好きじゃないだろ。今はどうなの？ふふ。いや、やっぱ好きになりましたって。あれ？バレてた？バレるよ。当たり前だろ。だって。俺がどれだけ剣坊のこと好きだと思ってるんだ。どれだけ剣坊のことを見てたと思ってるんだよ。俺たちは両思いじゃない、俺の片思いだってことぐらいずっと前から分かってたよ。すごいね。そっか、参ったな。火山くん落ち込んでそうだったし、私が好きって言えば元気が出るかと思ったんだけど。あは、なめんなよ。俺が今までどんな思いで生きてきたと思ってんだ。ナルトのさくらちゃんみたいな。本当に剣坊が俺のことを好きならどれほどよかったか。俺は剣坊のことが好きだ、愛してる。ごめんね、知ってたよ。でも私のこといつから好きだったの。確かな、ずっと漠然と好きだったけど、恋を自覚したのは小学1年生の頃だったな。早いね。そんなに前から。ああ。俺は1年生の頃から真田龍之介の息子として知られていた。みんな俺のことをすごいって、怒らせないようにって言うんだ。担任の先生でさえ俺のことを真田グループの御曹司として扱った。面白え女だった俺。俺はただ真田火山でいたかったのにさ。俺は毎日勉強や習い事で忙しくて、放課後になったらすぐに迎えが来た。俺はみんなと遊びたくって、だから放課後になってすぐみんなで学校を抜け出して公園に遊びに行った。だけど真田家の護衛は伊達じゃない。俺はすぐに見つかって黒服の大人たちに連れて行かれそうになった。
みんな怖がっていたよ。だって大きな男たちばかりだ。やっぱり逆らっちゃいけなかったんだ。真田家に関わっちゃいけなかったんだって。みんな震えて大きな力を前に屈していたんだ。だけど、ダメ！え？俺の手を引こうとする大人たちを前に、小さな小さな剣棒が両腕を広げて立ち塞がったんだ。おお、やめて、火山くんを連れてかないで。おい、なんだこの子。今日は火山くん私たちと遊ぶんだよ。いつもいつもおじさんたちばっかり火山くんのこと連れて行ってるでしょ。ジョーちゃん、いい子だからそこをどいてくれないか。ダメ、絶対にどかないもん。火山くんはみんなの友達なの。火山くんはみんなと一緒に遊ぶんだもん。映画のワンシーンみたい。クレヨンしんちゃんとか、ね、それから俺の母さんが様子を見に来て、結局その日だけはみんなで遊んでもいいと許してもらえた。その時の剣棒の姿は一人のヒーローだった。ああ、俺がレッドだった。俺が最初に憧れ恋焦がれたヒーローは剣棒自身だったんだよ。レッドは嫌だ、レッドは嫌だ。剣棒は優しくて笑顔が可愛くてみんなに愛されて、純粋で思い込みが激しくてお茶目で頭が良くて前向きで、生きることへの情熱が強くて、デスゲームかけデスゲーム一家だからなんて言葉じゃ語り尽くせないな。もうお姉ちゃん死んじゃってんだから、私が死んだらお父さんたちが末代になっちゃう。理屈なんかじゃなくて本能から剣棒のことを求めているんだから。誰かが剣棒に話しかけるたび、誰かが剣棒に触れるたび、俺は頭がどうにかなりそうなほどの苛立ちを感じていた。どうすれば剣棒を独り占めできる？あ、独占欲が。強引に抱きしめれば剣棒を動かなくしてしまえば、もう誰にも剣棒を奪われずに済むのかな、なんて理性も何もないただの動物みたいなことを考えていた。どうすれば、俺はどうすれば剣棒に好きになってもらえたのかな。分からんけど、お前そんな好感度高くねえやろ俺に対して。お前、おい、お前の本、お前も俺のことそんなに好きじゃないやろ。お前も言うてましたけど55だぞ。愛が欲しい、愛が欲しい。イケメン、高身長イケメンたちは私への好感度が100だ。あ、こんな可愛い、やっぱ年上かな。お前はいいです。火山くん、私は火山くんのこと、むぐ、まだ言わないでくれ。剣棒の思いはここから出るとき、二人で生きて出るときに改めて聞かせてくれよ。剣棒、一つだけ聞かせてくれないか。うん、何？剣棒は自分の人生を後悔してるか、自分のしてきたことを後悔してるか。なんお前なんか気づいてない？やだな、仕事ミスした時バレてる気がするな。これミスしたのバレてる気がする。仕事ミスしてなんか人と話してて、あ、この人気づいてんじゃないかみたいな。変なこと聞くね、火山くん。でも私後悔したことなんてないよ。だって私幸せになりたかったから、現実に納得して現実を受け入れて、そうやって生きていくことが幸せなのかなって思ったから。そんな記憶もありましたね。後悔なんて人何一つないよ。そうか、そうなんだな。いや絶対気づいてんじゃん。やあね、火山くん、ありがとう。剣棒だったら俺も迷わないよ。あ、殺しに来る。剣棒のこれからの幸せのことだけ考えて生きていくから。生きていくから、そんな大げさな。どっちかしか出られねえんで生きて。あのさ剣棒、俺は何があっても剣棒の味方だ、信用して。うん、俺はさ、剣棒が俺を信じてくれる限り頑張れるから。剣棒が俺を信じてさえくれれば俺は頑張って、剣棒をここから出して剣棒を解放してやれるから。もう生半可なことは言わない。覚悟を決めてこのゲームを生き抜いてみせるから。今は俺を信じてくれないか。ヒーローごっこで俺を待っていたあの頃のように、ここを出られたら今度こそ私たちはずっと一緒にいられるのかな。火山くんの心を壊してしまえば。え、どういうこと？でもデスゲームだったら一緒に出れるパターンあんのこれ。今度こそ火山くんを真田グループに奪われずに済むのかな、なんて言葉は胸にしまって私は信じてる。まあ単純にこのゲームで火山くんと二人っきりになりたいって考えるんだったら、原久保さんから役職奪うのがいいよね。火山くんのこと信じてるよ。私がそう言うと火山くんは力いっぱい私を抱きしめた。私の信じてるの言葉の意味を確かめなくていいの、なんて思うけど、火山くんは嬉しそうに辛そうに私のことを抱きしめた。どうしよう。でも確かに原久保さんから奪うと実質なんか原久保さん奪われたこと気づいてないから、生贄サイドが3人になるんだよね。それがちょっと強いなっていう気はするけど。火山くんと話した後私は部屋に戻ってきた。もうすぐ夜時間がやってくる。影武者として誰を指名するか決めないと。分岐でかくない？ここまだ火山くんの手の感触が残ってる。剣棒の思いはここから出るとき改めて聞かせてくれよと。なんとなくその場の雰囲気で流しちゃったけど、あれはどっからどう見ても告白だったよね。
火山くんの初めての告白。私と火山くん2人でここから生きて出られる方法は一つだけある。あるの？それは私と火山くんがゲームに勝ち生き残ることだ。そっか、このゲームで一応終わりでいいのか。私と誰かが生き残った場合、黒幕である私には相手を殺す権利が得られる。そうなの？黒幕見つけきれなかったらそうなっちゃうんだ。生き残った相手は黒幕に命乞いをする。その命乞いを私が受け入れた時、私と相手は2人でこの館を抜け出すことができる。なんかロマンチックだね。でも命乞いを受け入れなかった場合は、命乞いをするということは相手には私が黒幕だということがバレているということだ。だから相手を生かしたままこの館を出るというのは現実的ではないような気がする。私はどうするのかな。ここから火山くんと二人で出られたとして、私が黒幕だということを火山くんが知ったとして、火山くんはどうするのかな。そして火山くんが生贄である以上、私と火山くんが二人で生き残るには私は狂信者を指名しないといけない。どうしよう、先に役割について推理をしておこうかな。なるほどね。だから役職推理は割と簡単だなって思ったけど、そうか、この分岐をするためだな。まあ一応推理しとく。まあほぼわかるけどな。推理整理しとこうか。一応誰が狂信者か、それぐらいなら私にも推理できるかも。うん。で、狂信者の可能性があるのは3人と、でロガさんは狂信者ないと予想してる。ロガさんが口にしたあの言葉で SSS って、これね。うん、ロガさんは狂信者ではないと。でフーガさんはユイコさんで、フーガさんは生贄を名乗り出るべきと言っていると。まあただこれについては若干もう一巡回って、生贄を釣るのやめようって言い張って、せっかく出てくれたんだからやめようっていう方針で、守るべき対象を掴もうとしてる狂信者っていう説もなくはないんだけど、まあ若干ちょっと人寄りだよな。普通に考えても、フーガさん狂信者とは考えづらいと。風賀さんは黒幕を処刑するという強い意志を持ってるだけど、うん、僕は死ぬわけにはいかないとも言っていたと、うん、あるいは狂信者として誰が生贄か知っておきたいとか。いやでも風賀さんは生贄に向かって名乗り出なかった場合の身の安全は保証しないなんて言ってたし、まあそれはまあ名乗り出なかった場合特定できないからな。素直に風賀さんは狂信者ではないと予想した方がいいのかな。残るはゆいこさんだけど、ゆいこさんが狂信者と仮定して不自然なところは何もない。確たる証拠はない。みんなの発言からの推測に過ぎない。だけど今結論を出すなら、狂信者ゆいこさんなのかもしれない。まあなんか3人ともそんなに役職すかしてリスクないところだから、やりとすかしてくれてたよな。数分後、タブレットが夜時間を告げる。扉が施錠される音を聞いてから、私はタブレットを部屋の機械に近づけた。すると、これより影武者の指名先の選択画面に遷移します。夜時間が終了するまでに指名先を選択してください。なお、選択を行わなかった場合、あなたの役割は影武者のままゲームが続行されます。そんな機能があるんだ。そうなの？結構重要だなこれタブレットに私以外の4人の名前が表示される。じゃあちょっとセーブしとこう一旦。これはでかいぞ。私は全員の役割を知ってるわけじゃないけど、火山くんの思いに応えて火山くんと共に行きたいなら、私は狂信者を指名しなければならない。もし市民や聖職者の人を指名したら、どっちつかずの展開になりそう。バッドエンド行くってこと？市民や聖職者の人を指名するのは避けたい。なんでだよ、ロガとフーガに両腕支えられて生きていきたい。どうして私は今になって火山くんと二人で生き残る未来を考えているんだ。腹久保さんとイチャイチャ女の子二人っきりルートはないの？火山くんに恋心なんてないってそう思っていたのに、これは同情なのかな、それとも私って一体何なんだろうね。うん、よし、一度二度深呼吸をして、私は指名先のボタンを押した。現在のバージョンでは使用接着不可能だって。これ絶対腹久保さんだから、これ真田くんの選ぶルートでしょ。真田くん選んで腹久保さんと2人で、腹久保さんに命乞いされて、でもまあいっかって、腹久保さんとなら一緒に過ごそうって、黒幕だってバレちゃってるから一緒に生活しようって、2人で1人の部屋にしようって言ってね。ゲンボウちゃんおかえりって、原優子さんもお仕事お疲れ様ですって、大学行き始めたんですよ、私も会社で疲れて大変なんだって、お互い慰め合ってる感じの、そんな感じの、フーガさん選ぶ？一回ちょっと どうなるか見る。フーガさん聖職者、フーガさんを指名したけれど、フーガさんは狂信者ではなかった。
議論の結果火山くんが処刑されて私は勝利したけれど、結局火山くんは私が黒幕だと知ることもなく命を落としたのだった。ちゃん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 じゃねえって。はえ、あれ私寝てた。あ、そっか、指名先に悩んで私そのまま寝てたんだ。危ない、変な夢も見たし指名し損ねるところだったよ。あれ、なんだかゲームの評価下がってない、気のせい。まあいいや、気を取り直して。あ、なんでだよ、なんでだよ、マジでなんでだよ。あー、腹久保さんと一緒に旅行行きたいな。俺はその名を知っていた、その歌声を知っていた、真実を知ったんだ。あー、そうか、きっと俺が黒幕だった。そうだ、どうして俺が黒幕じゃないなんて思い上がりをしていたんだろう。全ては俺の行動で始まったんだ。真実も結末もその全てが残酷だ。もう俺の手が綺麗になることはない。血にやまみれて汚くて生きることすら罪深い。だけど強くならないと、正義を貫かないと、そして剣謀を守らなくては。質問は決まりましたか、生贄の真田様。ああ、そっか、質問あんのか。ああ、決まってるよ。俺が最後に知りたい真実はあと一つだけ。俺からの質問は、じゃあ好感度上げとけよかった、真田にもうちょっと媚び打っとけよかった。ロガさんとフーガさんに横でなんか甘々されて落ちていく感じで。そろそろ朝かな。影武者の指名が気になってあまり寝られなかったけど、指名はどうなったのかな。あ、今タブレットから音が。あなたは原久保結子を指名しました。あなたと原久保結子の役割を交換した結果、あなたは狂信者となりました。狂信者、あなたは生贄の味方です。生贄以外の誰かを処刑してください。生贄が処刑されるとあなたの敗北となり、あなたも処刑されます。なお、役割の交換が行われたことは原久保結子に通知されておりません。心臓の音がうるさい。とか、狙った役職に本当になりたいんだったら影武者が一番いいのか。取られる心配ないもんな。まるで火山くんと仲間になれたことを喜んでるみたいだ。まだまだ大事なのはこれから。私はこれから議論で勝ち抜かないといけない。火山くんは生贄以前に黒幕の容疑がかかってる。これから私は誰かを騙して他の誰かを処刑しないといけないんだ。正直自信はない。一体何をどうすればいいのかわからないけど、やってやる。火山くんとこのゲームに勝ってみせる。行くぜ。一回朝ごはん食べてね。おはよう、坊田さん。よ、なんか顔が疲れてねえか。あまり眠れなかったんですよ。あはは、しゃあねえな。それじゃあお兄さんが肉を焼いてやるよ。え、肉？ソーセージだよ。ボイルしてから少し炙るのがミキの得意な調理法なんだって。坊田さんも焼いてもらえなよ。お米と一緒に食べると美味しいよ。お米もあんだ。いや、ソーセージったらパンだな。バタートーストにソーセージ、異論は認めねえ。あ、フランスパン系の方がホットドッグっぽい感じになる方がいいな。コッペパンかフランスパンか。それなんだか油っぽくない？僕はもっと和食の方が。何、ジジイみたいなこと言ってんだ。うまいもんうまいもんと一緒に食うのがいいに決まってんだろ。何を言い争ってんの。なあ、棒だ、棒だ、パンの方がいいよな。はい、いや、米の方がいいよ。米とソーセージ、お弁当の定番でしょ。俺が聞いてんのは定番かどうかじゃねえ。どっちの方がうまくていいかって聞いてんだ。坊田さん、正直に言っていいよ。君も米の方がいいよね。でもソーセージウインナーと一緒に食べるんだったら俺パンの方がいいな。そんなの今はどっちでもいいよ。でも答えないといけなそう。私は、俺はパン派だな。そのウインナーと一緒に食うならパン派だわ。あんまお米と、まあ、合わんことはないけど、パンの方が好きかな。バタートースト美味しいですよね。パンか米かとは聞いてねえって。しゃあ俺の勝ち。勝ち負けを競っていたつもりはないんだけど、どっちの好感度も100だから関係ない選択肢だったな。まあいいや、スミキが高校1年生と同じ味覚の持ち主だってことは知ってたし。あ、俺まで下げられた。僕の感性が年相応に大人だったというだけの話だね。あ、負け惜しみを言ってろよ。ほらよ、坊だ、特別に6本も焼いてやったぜ。ちょっと多いな。ありがとうございます。こんなに食べられるかな。それからほら、真田も。あれ、火山くんいたの。俺はそんなに食欲が。そんなゼリーなんか吸ってねえで肉食えよな。 ありがとうございます。火山くん、おはよう。隣座っていい。おはよう、剣坊。もちろんだよ。お邪魔します。好きだと分かってる男にそんなことするのは罪深いね、お前。で、なんとなく勢いで話しかけちゃったけど、気まずいというか恥ずかしいというか。火山くん、私狂信者になったよ。火山くんは生贄でしょ。私知ってるよ。だから私は火山くんの味方だよ。本当に、なんて言えるはずもないよね。剣坊は、え、あまり眠れなかったのか。うん、そうだね。今まではずぶといくらい眠れたんだけど、なんだか、俺のせいか。
いやそうかもしれなくないこともない。そうか、それはちょっと嬉しいな。なんで嬉しいのよ。あは、冗談だって。火山くんは昨日より少しだけ元気そうだね。私も嬉しいよ火山くん。でも火山くんは私が黒幕だってことは知らない。私が黒幕だって知ったら火山くんは。おやおや、皆さんお揃いではございませんか。おはようございます。んだよ、人が現実を忘れて飯を食ってる時に。それはそれは現実を忘れるとはいけませんね、ロガ様。生きる限り現実がある。そんな現実を生き抜くためには生贄からの質問を聞く必要があるんじゃないですか。そうね、何聞いたのな。あ、そうか質問。今回の生贄は火山くんだから、今回のこの質問は火山くんからの質問だ。早く本題に移ってくれる？必要ないでしょ、前置きなんて。かしこまりました。しかし今回の質問は少し複雑ですから、よく聞いてくださいね。複雑？今回の生贄からの質問は、黒幕は今回のゲームの生贄を知っているかでございます。はあ、なるほどね。それは推理とかじゃなくて、配役した時に知ってるかって感じだよな。でもこれ変な質問だよな。普通黒幕はもう知ってるっていう前提でやってるはずなのに、わざわざ今回のゲームの生贄を知ってるかなんて聞くのって変だよね。俺が変なムーブして他の役職の誰が役職か聞かなかったけどさ。え、はあ、なんだそれ、どういう意味だ。ずいぶん大雑把な質問だね。本当にそんな質問を受け付けたの。生贄を知っているとはどういう状態を指すわけ。はい、補足をさせていただきますね。まず前提として、この館には個室を除く全ての部屋に監視カメラが仕込まれています。この監視カメラは非常に高性能、映像はもちろんどんな小さな音も正確に拾うことができます。ですので我々は参加者の全ての会話を把握しております。耳にささやくような愛の告白も全て筒抜けですので、ご注意くださいませ。何を言ってるのよ。この前提の上で、この質問では黒幕が生贄を知っているを以下のように定義しています。 1. 生贄が黒幕に自分は生贄だとはっきり話している。 2. 黒幕がシステム的な理由で生贄が誰か知っている。どちらかに当てはまる場合、私は質問にはいとお答えしております。それはつまり、黒幕が黒幕の特権で誰が生贄か知っていた場合も答えははいということになるんだね。そうだよな、そうなるとはいで当然だよね。普通はもちろんでございます。暗号か何かで伝えた場合は、黒幕がそれを読み解いたかどうかわからない場合は、その場合はいいえでございます。断定できないからか。なんか匂わせとかも違うってことね。客観的に見て黒幕はこのゲームの生贄を知っていると断言できる場合のみ答えははいとなります。へえ、答えはどっちなんだろう、気になる。私は黒幕の私は答えがわかってる、答えははいだ。じゃあなんかまたややこしいの。私が黒幕じゃないってこと。実は黒幕の私は生贄が誰か知っている。だって私が火山くんを黒幕に選んだのだから。だけどどうして、火山くんはどうしてこんな質問したの。何のためにこの質問したの。剣坊剣坊、え、一旦大広間に移ろって、みんな移動してるよ、俺たちも行こう。うん、置いてかれそうになってたもん。数分後、大広間。この場所に来ると嫌でもあの日の光景が思い出される。議論の末、無残にも射殺された水戸くんの姿がかわいそうに、だいたいひどい。もうすぐ議論が始まるはずだ。だけど安寿のことはもう覚えてない。できれば火山くんに私が狂信者だと伝えておきたい。どうにかして時間を作れないかな。火山くん、今日死んじゃやだよ。そろそろ議論始めようか。火山くん、今日死んじゃわないでね。みんな調べ忘れたことはないかな。私今日死んじゃわないようにするから。みんな、エイコは大丈夫です。すみません、食堂に忘れ物をしたので取りに行ってもいいですか。時間に余裕はないよ、すぐに戻ってきてね。わかりました、行ってきます。他のみんなはどう。今ならチャンスかもしれない。カザン君は一人で食堂にいたはずだ。今なら二人っきりになれるかも。すみません、私も少しだけ外してもいいですか。あ、悪い、俺もちょっと時間遅れ。ん、なんだ。そう、わかった。それじゃあみんな用事が済んだら大広間に戻ってくること。いいね、わかりました。よし、それじゃあすぐ食堂へ。棒だ。え、小声でどうしたんですか、ロガさん。話がある。すぐに一人でエントランスに来てくれ。わかりました。なんだろう、ロガさん。こんな時に話なんて。ちょっと嫌な予感がする。先にエントランスの方に行こうかな。じゃあ、まあエントランス、食堂行けんの？食堂行けんの？行けてまう。行けてまった。あれ、カザン君いない。カザン君、カザン君。もう行っちゃったのかな。ああ。寝るか、一晩寝ましょう。少し休憩したらお昼間に行こう。エントランスに行かないと。じゃあエントランス、ロガさん何か考え込んでるみたい。話しかけてみようと。何ですの。
ああ実はな、昨日図書館で昨日図書室でこれを見つけてよ。これは CD って。あ、マリアの CD？ これ私が図書室で見つけられなかった CD の一つだ。ロガさんが持っていたってこと？いやでも1枚だけ。図書室 CD がたくさんありましたもんね。そこで見つけたということですか？いや違う、これは昨日真田が落としていったものだ。隠すならもっとちゃんとしろよあいつ。昨日真田が管制室から飛び出していっただろ。それをよってボーダーも飛び出したよな。それから俺は図書室に向かったんだ。そしたら図書室から飛び出してくる真田とぶつかったんだ。真田とぶつかった時に真田が落としたのがその CD ってわけだ。真田は他にも何か持っていたように見えたか、それが何かわからなかったな。それに真田のやつすみませんって言ってそのまま走っていきやがったんだ。そうだったんですね。マリア、これを見てノーコメントってわけにもいかないよね。マリアって黒幕ですよね。嘘だよな、下手な嘘をついても仕方がないかな。マリアって黒幕ですよね。ああそうだな、ミトが隠してたっていうデスゲームの黒幕と同じ名前だ。偶然の一致もなくはねえけど、歌手だったんだな。道理で聞いたことがあるわけだ。まあそのなんだこれ、ボーダーから真田へ返しといてくれるか。それでいいの？いいですけど私からですか。姉ちゃんの方が真田との付き合いも長いだろ。真田黒すぎないそれ。もうでも真田が生贄って確定させちゃ、議論の中で確定させちゃって、投票で普通にどっかに寄せればいい気がするな。真田がだから影武者の人いたら、影武者じゃない、狂信者の人いたら風雅さんに投票してくれって言ったら、原久保さんも多分そっちに投票するし、私も投票するし、真田もそっちに投票して勝ちっていうのができるからね。ほらよ CD、 ボーダーに預けておくぜ。わかりました。やった、受け取った。ここでの制約活は最悪だった。ゲームは最悪だった。でもよ、姉ちゃんたちと話すのは楽しかったぜ。もう終わるみたいな顔して。どっちが死んでも恨みっこなしなんて言えるわけないけどさ、来世ってのがあるならよ、もうちょっと普通に出会って友達になりてえな。小川さん、あ、こんな話らしくねえな。俺は先に戻るぜ、じゃあな。はい。普通に出会って友達にか、そんな人生想像もつかないや。私が黒幕じゃなくて、アンジュも死んでいなくて、お姉ちゃんが生きている、そんな人生、そんな普通の人生なんてつまんなそうって。あれ、また足音がしたような、気のせいかな。で、ぼーっとしていたらみんなを待たしちゃう。早く火山くんのところに行って火山くんと話そう。火山くん復活してる？誰もいない。どこ行ったんあいつ。図書室か？あ、こんなとこいんの？あそこにいるのって。火山くん？剣坊どうしてここに？お前こそじゃい。いやいや、こっちのセリフだよ。火山くん食堂に行くって言ってなかった？それに息も荒いし、まるで走ってきたみたいな。それはその、ちょっと探し物を。探し物？それってもしかして。もしかして、何してるの？これですか？ねえ、火山くん、もしかして昨日管制室から出てから図書室に来た？なんでそれを？さっきエントランスでロガさんと話したの。火山くんとぶつかってこれを落としていったって。火山くん、火山くんの話聞かせてくれる？まあ、でもまず私が狂信者だって伝えないと。わかった。私、今日死んじゃわないようにするよって。昨日ロガさんとぶつかってその CD 落としたんだ。俺、今朝になってそのことに気づいてさ。だけど俺はどこで落としたかわからなかったから、それでさっきから館を探し回っていたんだ。食堂に忘れ物があるって嘘ついて。そうだったんだね。でもどうして、どうしてマリアの CD を？ CD は聞くためのものだろ。個室の機械ってさ、 CD が聞けるんだよ。知ってたか？そうなの？知らなかった。で、本当にそれだけ個室で聞くために持っていったの？あは、どうだろうな。でもどうでもいいだろ、そんなこと。どうでもよくはないけど。この館にマリアに関係のある人物は存在しない。だから俺がこの CD をどうしようと関係ないし、誰もこの CD を見つける必要がないんだよ。そうだろ剣坊。私は当然火山くんは何も知らないと思い込んでいた。何も知らない火山くんは大好きな幼馴染である私に裏切られる、そんな物語のはずなのに、私は何か大きな勘違いをしていたのかもしれない。ねえ火山くん。なんだ？火山くんはそのマリアの正体を知ってるの？なんて唐突で意味のわからない質問だろう。きっと火山くんはこんなことを聞かれても戸惑っちゃうよね。そう思っていたけれど。匂わせてるね。お前のことも気づいてるぞと。もちろん知ってるよ。本名はなんだっけな。忘れたってことにしておくかな。火山くん、私今日死んじゃわないようにするからって。なんだよそんなびっくりしたような顔してさ。俺が知らないと思ったのか。俺が剣坊のこと何でも知ってるんだ。剣坊が黒幕じゃないってことも知ってる。全部知ってないと剣坊のこと守れないだろ。なあ剣坊、俺からも聞いていいか。何？剣坊の役割教えてくれないか。
ケンボは今一体どの役割なんだ。今俺が影武者だってことも気づいてはりません。これもしかしたら火山くんは私が想像するよりずっとずっと私のことを知っているのかもしれない。私は今日死んじゃわないようにするねって。今日死んじゃだよ。そっか、あ、そうだよな。火山くん急に抱きつかないで悪いな。でももう少しだけ交差してくれよ。だって変だろ、今大広間に行ってさ俺が嬉しそうな顔してたらさ。 それは変だけど、でもって。ふう。ちょっと火山くん、私の首噛んでる？あとは残したらまずいか。でもそうだな、もう少しだ。剣坊、最後に一言だけ俺に言ってくれよ。助けてって。その一言で俺は何でもできる。助けてと言え。剣坊だけを守るヒーローになれるから。助けて火山、助けてよ火山くん。ああ、俺は剣坊のヒーローだ。だからこのゲームに勝って、そして剣坊を守ってやる。剣坊をこの世界から出してやるからな。頼れる。出してやるというか自分で来たんですけど。そう言って火山くんは私を強く抱きかかえてから吹っ切れたような笑顔で図書室を出て行った。ああ、プレゼントを出そうかなと思ったのに暑い。手の先から耳の先まで全身が暑い。大丈夫だよ、私のデスゲームは順調。順調なのに、なんだろうこの気持ち、一体何なの？何なのじゃなくて、視聴者もうわ、レンリア見てる気分やってなる。デスゲーム見とったのにレンリアになっとるやないかいって。大広間に行こう、そして決着をつけよう。タブレットであいつの好感度、あいつの中での100から60ってことこれ。こんだけ愛が重いのに65っていうのが怖いわ。うわー、嫌なもん見ちゃった。100、185。じゃあ行きますか。